展示古民家にはお雛様が飾られています。別の古民家でも焼き餅体験や木と竹のワークショップなど盛りだくさん。コスプレイヤーさんとも出会いました。なんか見つけましたよ。大好物が見つかりました。大岡さん、大好物を見つけてしまいました。大和の地酒販売です。大岡さんの目の色が獲物を見つけた目に変わりました。これ宝飾、これ宝飾、奈良駅で。はい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 、こっちのとこね。そうですか、宝飾な。宝飾、お金持ってる？お金持ってないね。ならトイツで貸したろかも。貸してもらったら貸してくれる。300円ですけど、今飲んでいただきます？はい、はい、ありがとうございます。お酒飲みます。はい、千代の松、濁り酒です。はい、いただきます。はい、いただいてください。うまそう。美味しい、さっぱり。よかった。飲みやすい。これあかん、水みたいにいてまう。やば。やば。暴れたらあかんだと。口当たりいいんで、ね。口当たりめっちゃいいね。ゆっくり上がってください。あかんか、これ一気にいきそう。今喉乾いてるから。余計に。俺もあのさらっとした酒好きやな。舐めるぐらいする？舐め。いや、ほんまこれおすすめ。あの、舐めたら飲んでしまうから、多分。ごめんなさいね。あ、いいよ。ふわふわすると、出来上がってしまった大岡さん。行くぞ。行くぞ。撮影はまだまだ続くのに、大丈夫かな。